はい、それでは本日は販売士2級の平成29年80回1の2番生協について解説していきたいと思います。次の文章は消費生活協同組合生協について述べている文章中の四角の部分に下記に示すアーからをそれぞれの語群を最も適当なものを選んで回答用紙に記入しなさいという問題です。まずこの文章を読む前にこちらの生協について説明していきたいと思います。生協はですね、このコープと言われています。コーポレーティブ、協力し合うという意味ですね。消費者生活協同組合、この生と協を取って生協と名付けられています。この生協はですね、一般市民の生活レベルを向上としたことを目的として作られています。これはですね、みんな各組合ですね、出資してみんなお金を出し合った人ですね、組合員の方ですね。この出資したお金で、皆さんで店舗を運営したり意見を出し合ったりして、この運営をしていくということです。そして、消費者や、組合員の方がこのサービスを利用して特典を受け取ります。そしてさらにまた出資してみんなでお金を出し合って、また店舗を運営していくというこの三位一体の組織のことを、コープ生協と言います。でですね、この生協はですね、消費生活協同組合法という法律に基づいて行っている非営利団体、利益を追求しない組織になっています。この生協なんですけども、これは2つに分かれます。地域住民を中心として作られた組織の、地域生協、そして特定の大学や企業などで組織された職域生協というこの2つに分けられます。そしてですね、一つ事例として、2008年隣接する都道府県の生協同士の合併が認められていなかったが、権益規制や院外利用規制が緩和されたことによりさらに活動しやすくなったという事例が、11年前に、ありました。なのでこれも、覚えておいていただければと思います。今回はですね、この下の組織図に関してはこの問題に出てこないので、ここまでの説明とさせていただきます。ではこれを踏まえて、問題を読んでいきます。生協は消費者を中心に組織化されたアと特定の大学や企業、法人の職場で組織されるイにより成り立っている。まずこのアなんですけども、消費者を中心に組織化された、中義住民を中心に組織とした地域生協がこれには入ります。地域生協なのでこの4番ですね。そして次、特定の大学や企業、法人の職場で組織されるイにより、これは特定の大学や企業などで組織された職域生協、こちらですね、イに関しては1番が入ります。により成り立っている。生協は原則として利潤追求を目的としてはいない。消費者が地域や職場で組合員となるためにうを出し合い、組合員への奉仕を行うことを目的とする自主的な共同組織である。この、職場で組合員となるために〇〇を出し合い、これはですね、出資金ですね。みんなで出資する、みんなでお金を出し合うということなので、このうに関しては2番が入ります。そして次、設立や設立後の運営などについては A によって規制されている。この A によって規制されているというのは、この消費者生活協同組合法によって規制されているということです。なのでこの4番に関しては、この A に関しては4番の消費生活協同組合法というのが入りますので4番です。そして次、同法は2008年に隣接する都道府県の生協同士の合併が認められなかった〇〇や院外利用規制が一部緩和された。これに入るのはですね、この2008年隣接する都道府県の生協同士の合併が認められなかった〇〇規制、権益規制ですね。なのでこれは権益規制となります。